はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では、利便課題、5回目かな。はい、ピストル利便モッドで、この間のスティールメルディアンイベントで利便モッド手に入って、1人で30秒以内に1匹の魚を捕らえ、1つの鉱石か宝石を掘り、1体の敵を倒す、これをじゃあやっていきたいと思います。あ、そうか、容量買わないといけないですけど、何か売ろう。はい、ちょっと待って、装備してピストル、まあこれがピストルか。はい、装備して、じゃあ装備は容量買ってないからできない。あ、そんなことないか。はい、じゃあ装備してやっていきましょう。何が当たるのかな。はい、でそうかギアに装備してるからな。カッターと森、よし、オッケー。はい、じゃあちゃっちゃとやっていきましょう。まあ別に昼でも夜でもどのタイルでもいいと思うんで、だから敵を倒し鉱石を拾いだな。そうだな、よし、30秒以内ね。これなかなか面白いミッションだな。あれ、これ前回取ったスキンですね。はい、かっけえな。なかなかいいスキンじゃないですか。はい、多分ね、もうね、狙いを定めておいたらいいと思うんですよね。なんでちょっと鉱石敵だから、こことかいいと思うんだよな。ここ自分がいつも湖でいるとき、ここで買ってるんだけど、だからここに鉱石があったらいいんだよ。あ、最初に森で着いた方がいいのかな。そんな気がしてきたな。森を着くのが合図の方がいいのか。あ？全然見つからないんだけど。ちょっと、さっきここで反応したけど、あ、向こう側だ。こっちだ。そうかそうか。今敵の声も聞こえたので、はいはい、ここですね。はい、あそこから飛んでいくか、敵が。なるほど。じゃあさっとこう変えないといけないんだな。はいはい、ここでも一応魚はいるか。じゃあ、あと敵だな。はい、さっと切り替えないといけないんで、はい、ここだよな。だからここでつくんだけど、敵が来ないのでちょっと呼びに行こう。おい、敵来い。はいはいはい。で、これで、呼んで、ここに行って、よしよしよし、来た来た来た。はい、じゃあ最初に森で着きましょう。はい、30秒ね。あ、これ絶対最初、森が正解だな。はい、これで取ります。はい、そしてここであれ、あー、めっちゃ時間かかってる。で敵、先を急ぎましょう。あまりこう鉱石と離れたらあれだ。鉱石の位置確認。鉱石の位置、鉱石どこだっけ。鉱石、あれ、鉱石ってどこだっけ。
だここら辺に見えてたよな。あ、あれか。あの奥か。はいはい。じゃあここで。あれ、おっさんがいなくなった？あ、いたいたいた。全然気づかなかった。よし。じゃあここで観光しましょう。まあこうやって一人警戒呼んどいて。今カモがいてくれる間にやりたいんだけど、魚がいない。腹立つな、この爆弾。あ、いたいた。よし、これで着きます。はいはいはい。でこいつを倒す。そしてあそこあそこあそこ。よし、オッケー、オッケー、いったー。いやー、時間かかった。やっぱ魚が現れないっていうのがあるんで、魚、敵を置いといて、敵、そして鉱石の位置を確認しといて、鉱石っていう感じですかね。なんか想像以上に時間かかった。びっくりしたわ。じゃあ、ピストルリベン何か。AK とか来てほしいな。AK じゃないわ。今、レックスか。レックスとか来るのかな。さあ何が来る？さあドキドキだ。デュアルトキソスカストコンシトロン。コンシトロン。デュアルトキソキスト。あー、知らん武器だなこれ多分。はい、というわけで今回リベン課題の第5回目でしたね。結構苦労しましたが、はい、魚取って敵倒して鉱石。これを3、この順番でやるのがいいのかなっていう感じしましたね。はい。じゃあまた、リベン課題何か手に入れば、入って、まだ、録画してないもの、撮ってないものがあったらまた動画回したいと思います。では、ゆうらでした。バイバイ。